はい、皆さん、こんにちは。下田武史でございます。今回何をやるかというと、今回は、 103回の242、243の中でも242番。これについて確認していきます。じゃあ今回内容どんな内容かというと、プールのスイス検査をすることになったよ。ってことですね。で、このプールのスイス検査をすることになったんだけど、その中で242番はどうかというと、カマンガン酸消費量を求めていってくださいね。というね、そんな内容が出てます。ということで、この242番はですね、操作内容が載ってて、この操作内容からカマンガン酸消費量、 これを求めていってくださいねというね、こんな内容が出ているということになります。では、このカマンガン酸消費量って一体何なのか、そしてどうやって求めていくのかってこと、これをね、今回の解説でお話ししていきますんで、皆さんこの242番しっかり把握することによって、カマンガン酸カリウム消費量って何そしてどうやって計算していくのってこと、これをしっかり自分のものにしてください。問題としては割と難易度が高めになりますんで、この動画解説かなり有用になるんじゃないかなと思いますんで、まあ自分でね、問題解いてみてどうなのかなってわかんない人はしっかり 動画を最後まで見てもらってどんな風に解いていくのかってことを自分のものにしてくださいそれでは細かい内容詳細この後見ていきましょうはいじゃあまずは何見ていくかというとまずはカマンガン酸カリウム消費量ここから見ていきましょうじゃあこのカマンガン酸カリウム消費量なんですがこれ何かというとこれは水中の有機物や還元性無機物の量を酸化させるのに必要なカマンガン酸カリウムの量として表したものなんですよということになってます ということで、まあちょっとこの文章だけ見ても分かりにくいと思うんですが、調べたい水がある。この調べたい水の中に有機物とか還元性無機物がある。で、この有機物とか還元性無機物の数を全部見るのは大変。じゃあどうしたらいいかっていうと、カマンガン酸カリウム入れて、そしてカマンガン酸カリウムと反応させて、そしてカマンガン酸カリウムがどんだけ反応したのかってことを見ることができれば、水の中にどれだけ有機物あったのかな、還元性無機物あったのかなってことを大まかに見ることできるっていうのが、これがカマンガン酸カリウム消費量ということになります。で、このカマンガン酸カリウム消費量 なんですがこれを見ることによって水中の有機物とか還元性無機物の量っていうのを大まかに知ることができるんだけど水が汚いかきれいかを見るにあたっては還元性無機物の量よりもこっちが重要視されてます。 有機物の量が重要視されてる。なので、このカマンガン酸カリウム消費量っていうのは、有機物の量とか還元性無機物の量が出てくるんだけど、何を見たいかというと、実は有機物がどんだけあるのかってことを見たいんだってことを知っておいてください。このカマンガン酸カリウム消費量を見て、大きいってなったら有機物がたくさんあって、その水は汚いよねっていうことになる。 もしくは、カマンガン酸カリウム消費量を見て少ないんだったらどうかというと、あ有機物はまあ少ないんだろうから、この水は綺麗なんだろうねっていうふうに見ていくんだということになります。なので、本当は有機物の量だけ知りたいんだけど、カマンガン酸カリウム入れると、還元性無機物も反応してしまいますんで、還元性無機物の量まで出てきてしまうっていうのが、カマンガン酸カリウム消費量ということになります。なので、ここにね、カマンガン酸カリウム消費量っていうのは、有機物とか還元性無機物の量を 酸化させるのに必要なカマンガン酸カリウムの量として表したものっていう意味になってるからあ、このカマンガン酸カリウム消費量って有機物とか還元性無機物の量を見るためにあるんだって思う人いるかもしれませんが、そうじゃなくて、有機物の量を見るためにある。 けど、どうしても還元性無機物が反応してしまうので、数値として現れてしまうっていうふうになってますんで、そのこと、ちゃんと分かっておいてください。ってことで、このカマンガン酸カリウム消費量、これは水中の有機物とか還元性無機物の量を表す指標となってるんだということです。で、その中で特に見たいものとしては、有機物の量がどうなのってことを見ていきたいということになってるということです。で、まあ、この中で押さえておいてほしいこととしては、単位もね、押さえておいてください。ミリグラムパーリットルというふうになってますんで、カマンガン酸カリウムの量を、ミリグラム。 で表して、それが1リットルあたりどうなんですかという風に表してますんで、そのこともちゃんと分かっておきましょう。ということで、これがカマンガン酸カリウム消費量の概要ということになります。まあ、これもすごい大事な内容なんで、皆さん計算する前に、カマンガン酸カリウム消費量って一体何なのかなってことをしっかり把握しておいてください。じゃあこの後ね、カマンガン酸カリウム消費量の計算見ていきますんで、皆さんどうやってカマンガン酸カリウム消費量を計算していくのかなってことを、この後の内容で押さえていきましょう。 はい。じゃあ次は、カマンガン酸カリウム消費量。これを求めていくということになるんだけど、この時に大事なのは、カマンガン酸カリウムがどんだけ反応していったのかっていうことを、ミリグラムで求めなきゃいけないと、こうなります。なぜかというと、カマンガン酸消費量は単位がミリグラムパーリットルとなってますんで、どんだけ反応したのかっていうことをミリグラムで表せなきゃいけないんだよということになります。じゃあそのカマンガン酸カリウムのミリグラム、どうやって表していくの反応したミリグラムってどうやって計算することできるのっていうと、それをね、この赤枠で囲ってますんで、皆さんこの赤枠はしっかりね、 押さえてていいってくださいカマンガン酸カリウムどんだけ反応したのかっていうのをこの赤枠で計算できる。じゃあこのカマンガン酸カリウムミリグラムどうかというと、これはこうやって計算できますね。カマンガン酸カリウムの濃度かける。反応したカマンガン酸カリウムの溶石かける。ファクターかける。カマンガン酸の分子量。これで計算できるんだというふうになってますので、皆さんこの式しっかり頭の中入れておいてください。 濃度かける、溶石かける、ファクターかける、分子量。これによって、カマンガン酸のミリグラムが出てくるんだよということになります。じゃあ、これをね、使って計算していくんだけど、問題文にはですね、ファクター載ってますね。ファクターは1.0って載ってます。そして、カマンガン酸カリウムの分子量ってどうかというと、このカマンガン酸カリウムの分子量というのは、 158ですよというふうに載せてくれております。なので、どうかというと、もう分子量っていうのはね、まあ、式量って感じで与えてくれてるんですかね。式量って感じで与えてくれてるんですけど、これも158って分かってる。ファクター1.0って分かってるよというふうになってますね。ここはですね、もう問題文に合わせて数値入れるだけです。で、あとはですね、この濃度の部分なんですが、どうかというと、今回使ってるカマンガン酸カリウム溶液の濃度というのは、0.0020mol p リットルというふうになってますんで、この濃度も、 ここに数値入れていけばいいよっていうことになる。まあこのね、数値をこの濃度のとこに入れていけばいいよということになりますんで、今回の問題、このカマンガン酸どんだけ反応したのかっていうミリグラムを求めるにあたっては、反応したカマンガン酸の溶石っていうのを 求めることできないといけないんだよ、ということになります。なので皆さん、これを求めるにあたって、どんなことを行っているのかってことをしっかりね、把握してください。なので、カマンガン酸、どんだけ反応したのかっていうのをミリグラムで表さなきゃいけない。そのミリグラムはというと、カマンガン酸の濃度かける、カマンガン酸の溶石かける、ファクターかける、色量。これで計算できる。そして、その濃度はどうかというと、与えられている。ファクターも与えられている。分子量、色量も与えられている。じゃあ何が必要か。反応したカマンガン酸 の容積が必要じゃあこの反応したカマンガン酸の溶液ってどうやって求めていくのかってことこれを次の操作の内容から確認していきますんで皆さんこの溶液の求め方これを操作の内容押さえてどういうふうに計算していくのかなってことどういうふうに確認しどういうふうにこの数値をね入れていくことできるのかな求めることできるのかなってことを次の内容で押さえていってください。 はい。じゃあ、操作内容から、どうやって、この反応したカマンガン酸カリウムの溶石を求めていくのかってことを見ていきますんで、皆さん、ここしっかり聞いといてくださいね。じゃあ、今回の操作内容を押さえていきますが、まず、検水ですね。これ 100ml 持ってきたよって感じなんですね。で、この検水 100ml 持ってきたんだけど、そこにですね、硫酸入れてます。 じゃあなんで硫酸入れるのって話になるんですが、これ硫酸入れることによって、カマンガン酸カリウムの酸化力を高めるってことになります。硫酸入れないとカマンガン酸カリウムでそんなに酸化力高くないので、しっかり酸化できない。なので硫酸入れて酸化力高めますよと。酸性条件にして酸化力を高める。で、その状態にカマンガン酸カリウムを入れていって、そして酸化していくんだということになります。で、この時なんですが、カマンガン酸カリウム をどんだけ入れるかというと、0.0020mol パーリットルカマンガン酸ン石。これを 10ml 入れるというふうになってますので、皆さん、このね、入れてる溶積もちゃんと押さえていってください。はい。じゃあ、この 10ml 入れた状況でどんなことが起こってるのかってことですね。これ見ていくんですが、10ml 入れた状況ではですね、実はこんなことが起こってるんですよ。 それが何かというと、今回入れたのは 0.0020mL· カマンガン作用液 10ml 入れましたよとこうなってるんですが、そのうちの一部が有機物と還元性無機物と反応します。有機物もしくは還元性無機物と反応するよということになると。で、その反応したのを AmL としてください。全部が反応するんじゃなくて AmL 反応しちゃうよと。で、あとは残ります。10ml 入れたら全部反応するではなくて余るように入れてます。 ということで、a ミリリットル反応して、残りはですね、どうかというと10、1 0 a ミリリットルって状態になってる。こんだけ、カマンガン酸カリウムが余るようにしてるんだよ、ということですね。で、このカマンガン酸カリウムってどうかというと、これ赤紫色してます。まあ、よかったらね、ネットで調べてもらったらいいかなと思います。紫っていう人見るかもしれませんが、赤紫色してる。ってことで、どうかというと、懸水にカマンガン酸カリウム1 0ミリリットル入れて、そして、残ってくるようにしてます。 で、残ってくるようにして赤色になるようにしてるんですよ。まずここちゃんと押さえてください。ってことで、一部が反応して、あとは残っちゃうよというね、そんな状況を用意するんだということで、まず、 実験の始めの内容としては、ここまでしっかり押さえてください。硫酸入れて反応性高める。そしてそこにカマンガン酸カリウム溶液入れるんだけど、その時 10ml 入れる。で、この 10ml すべてが反応するんではなくて、余るように入れてるんだということ。そこをまずしっかり把握しましょう。じゃあこの後に、週酸ナトリウム入れていくんだけど、週酸ナトリウム入れたらどうなるのってことね。次見ていきますんで、皆さん次の過程、週酸ナトリウム入れたらどうなるのかってことを、この次の内容で押さえていってください。 はい。じゃあ、今まで何分かったかというと、カマンガン酸カリウム余ってくるよ。赤紫色になってるよってことが分かりました。じゃあ、そこにですね、ウ酸を入れていくんですが、ウ酸ナトリウム入れていくんだけど、どんなウ酸ナトリウム入れるのかというと、こんなウ酸ナトリウムを入れます。濃度が0.00、0 0 0 5 0モルパーリットル t e r の集酸ナトリウム溶液。これを入れていくんだというふうになります。 じゃあこの0 0 0 5 0モルパーリットル、シ酸ナトリウム入れていったらどうなるかというと、これら反応してですね、そしてですね、カマンガン酸カリウムがどん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 なくなっていくというふうになるんですね。で、この時にどんな風に反応するかというと、このカマンガン酸カリウムとシュナトリウムというのは、こんな感じで反応します。カマンガン酸カリウムが2あるならば、シュナトリウムは5反応していくんですよということで、2対5で反応するんですね。 じゃこれ2対5で反応するんでどうかというと、これ濃度をですね、2対5にしてます。濃度を2対5にしてる。こんな感じですね。濃度を2対5にする。じゃあこれ濃度を2対5にしてあげたらどうなるかというと、濃度を2対5にすることによって、これら2つの溶液は1対1の溶石比で反応するということになります。なのでここに1対1で反応すると書いてるんですが、これは溶石比1対1で反応するというふうになります。 用石比1対1で反応する。まあ言うならば、0.0020mol パーリットルカマンガン酸カリウム 1ml あったとするならば、それと反応する 0.0050mol パーリットル周酸ナトリウム溶液はというと 1ml ということになりますんで、これが 1ml あったとするならば、それと反応する 0.0050mol per liter 周酸ナトリウム溶液は1トルなんだよということで溶石比が1対1で反応するように濃度を調整してるんだということ。これを知っておいてください。ではそんな風に濃度調整した周酸ナトリウム溶液。これをですね、入れていくんだけど、どんだけ入れるかというと、これを1 0トル入れていくんだという風になってますね。ちょっとこれ青にしておきましょうか。1 0トル入れていくんだと。と、まあ、周酸青にしておきますね。1 0トル入れていくんだということになります。 じゃ、これ 10ml 入れたらどうなるのっていうとですね、10ml 入れていくと、こうなります。さっき、カマンガン酸カリウム。これをね、10ml 入れたんですが、その時に Aml は反応しちゃってるでしょ ?Aml 反応しちゃってるんで、残ってるのはどうかというと、残ってるのは 10-Aml 残ってるんですよ。10-Aml 残ってるという状況。 で、この 10−AmL 残ってるところに、周酸ナトリウム溶液、10mL 入れたらどうなるかというと、この余ったカマンガン酸カリウムと、入れた周酸、これが反応するということになります。じゃ、あ余ってるのは 10−AmL ということになるんで、こんだけ分、周酸が反応してなくなります。なので、周酸 10mL 入れるんだけど、周酸、この 10mL はどうかというと、その 10mL のうち10、10-AmL というのは、カマンガン酸溶液と反応しちゃうんですね。 なので、こんだけ無くなります。こんだけ分無くなる。こんだけ分無くなる。なのでどうかというと、この余ったカマンガン酸カリウム分、周酸が消費されて無くなっちゃうんですよということになります。なので、周酸 10ml 入れる。周酸ナトリウム溶液 10ml 入れるとどうなるかというと、Aml 周酸ナトリウム溶液が余るよということなんですね。まあ、すごい手間なんですけど、この処理をしてます。いいですか ま、どんな内容だったかというと、カマンガン酸カリウム入れて、そしてですね、カマンガン酸カリウムが 10ml 余りました。赤くなってますよという状況。そこにシュナトリウム入れる。このシュナトリウム溶液というのは、カマンガン酸カリウム溶液と一対一で反応するようなものを作ってる。で、それ入れていったらどうなるかというと、それを 10ml 入れていくと、余ったカマンガン酸カリウムの分、シュが反応してなくなりますよと。シュナトリウムなくなる。ということで、残るのはというと、残るシュナトリウムはットルとなるんだよと、こうなってます。ここまでね、しっかり分かってください。 じゃあ、この残った a ミリリットル、これをどうしていくかというと、これをですね、さらに0 0 0 2 0モルパ per l i カマンガン酸カリウム溶液でどん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 反応させていく。で、反応させてって、今回何ミリリットル必要だったかというと、最終的に入れたカマンガン酸カリウム溶液が どんだけ必要だったかというと、最終的に入れたカマンガン酸カリウム溶液は 3.2mL だったんだということになってるんですね。ということは、この残った AmL っていくつっていうと、最終的に入れたカマンガン酸カリウム溶液が 3.2mL ということは、この AmL も同じ量のはずだから、ここ 3.2mL なんだよねっていうことになるんですよ。じゃあこれ 3.2mL ってことが分かったってことは、これずっと遡っていくと、反応したカマンガン酸カリウム溶液の量って、3.2mL ってことになるんですね。 なので、これによって反応したカマンガン酸カリウムの溶石を出すことができるんだというふうになります。で、話ざーっと行き過ぎたんで、ちょっとごちゃってなるかもしれませんが、まとめておくとこんな感じです。まず、懸水に硫酸入れる。それによってカマンガン酸カリウムの反応性を高める。で、そのカマンガン酸カリウムの反応性を高めたところにカマンガン酸カリウムを枯れに入れます。10ml 入れる。10ml 入れるとどうなるかというと、一部が反応する。Aml 反応する。で、あとは残ります。 10-aml 残った状況。これで赤に色づくんだとなります。で、この赤に色づいた状況に、周酸ナトリウム溶液、これ入れていく。で、この周酸ナトリウム溶液、10ml 入れていくんだけど、この周酸ナトリウム溶液というのは、カマンガン酸カリウム溶液と一対一で反応するってことになるので、どうかというと、この余った 10-aml 分、トル分サ酸ナトリウムですね。これが反応してなくなります。なので、周酸ナトリウムっていうのはどうかというと、周酸ナトリウムってのは、a ミリリットル残った状況になるんですね。 で、この残った状況に 0.0020mol per l i t e カマンガン作用液これ入れてったらどうかというと3 2トルだったんだよと。こうなっています。ってことはこの3 2トルっていうのはどうかというと、この量というのは a トルと同じになりますね。 なぜかというと、このシ酸ナトリウムとカマンガン酸溶液というのは一対一で反応するんで、3.2mL 必要ということは、その反応したシ酸ナトリウム溶液も 3.2mL だったんだなってことが分かる。じゃあこの 3.2mL ってことが分かったってことは、これどうかなというと、これが元々反応したカマンガン酸カリウム溶液の量であるというふうに考えれるんだというふうになってますので、皆さんここかなり複雑なんで、しっかり押さえてください。ってことで、これで何が分かったかというと、反応したカマンガン酸カリウムの量、3.2mL ってことは分かった。 だということですじゃあこのことを踏まえた上でもう一度さっきのね式に戻って計算しますんで皆さん3 2トルこれを分かった状況で先ほどの式に戻って最終的にどうやって計算出していくのかどうやって答え出していくのかってことを次の内容で確認するようにしてください。 はい。じゃあ、今までの内容で、この反応したカマンガン酸カリウムの溶石っていうのは分かりましたね。反応したカマンガン酸カリウムの溶石っていくつだったかというと、これは最終的に得たカマンガン酸カリウムの溶石 3.2ml と同じということになります。で、ファクターはどうかというと1.0だった。そしてですね、 カマンガン酸カリウムの分子量、式量は158。そしてカマンガン酸カリウムの濃度はというと、これは0 0 0 2 0ロモルパーリットルということになる。なので、それによってカマンガン酸カリウムのミリグラムが出てくるよねと、こうなります。じゃあカマンガン酸カリウムのミリグラムこれ出てくるんですが、今回の内容としては、懸水が1 0 0トルとなってるんですよ。 なので、係数 100ml に対してカマンガン酸カリウムがどんだけ消費されたかっていう mg がこれで出てくるってなるんだけど、カマンガン酸カリウム消費量というのは mg per l i ットルだったってことになるので、この計算によって求めたのは、係数 100ml の時のカマンガン酸カリウムの量ということになるので、これではちょっと不十分。どうするか。 この検水が 100ml っていうのを1リットルとするならばと考えるということで、今回の答えを10倍してあげるとどうかというと、検水が1リットルとしたならば、カマンガン酸カリウム何 mg なのかということが出てきますんで、それをしっかり計算して答えを出せるようになりましょう。なので、0.0020mol パーリットル e r × 3 2 m o l × 1 0 × 1 5 8これをしてですね、カマンガン酸カリウムの mg 出てくるんですが、その場合は検水 100ml に関する内容ということなので、これはね、10分の1の量が出てきてしまってる。カマンガン酸消費量は mg per l リ とということになりますんでどうかというと10倍してあげなきゃいけないということになりますんでこの数字から求まった数字に10をかけてあげることによってカマンガン酸カリウム消費量が出てくるよ。 とということになりますんで皆さん、今回の内容をしっかり押さえてもらって、カマンガン酸消費量を求めるようになってください。かなり複雑な問題ですね。定量的な技術なんかも必要なんで、結構難易度高い問題なんですが、まあ、よくできた問題になりますので、良ければこの問題、しっかり自分のものにしてもらって、カマンガン酸カリウム消費量って何なのか、そしてカマンガン酸消費量でどうやって求めていくのかってことを、しっかり自分のものにしましょう。それではまた。最後まで動画見ていただいてありがとうございます。今回の動画、いかがでしたか よかったなと思う人に関しては高評価ボタンを、もしくは何か気になる点あるんでしたらコメント欄からコメントください。今後もですね、医薬品情報といろんな情報を上げていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。